やっぱりシャムシェードよりペニシリンだよね。愛に気づ…こんにちは、初コメです。いつも楽しく見させてもらってます。ところで、猫ニラって誰ですか？私です。私のチャンネルです。猫ニラさんの1週間ルーティーン教えてほしいです。まず月曜日朝起きて会社に行って、19時ぐらいに帰ってきて動画撮って編集して夜中の2時に寝る。火曜日全く一緒、水曜日全く一緒、木曜日全く一緒、金曜日全く一緒、土曜日日曜日サッカーを見に行って動画撮って編集して寝る。死にて。完全遺跡で撮ってもおじさんだけで能力下がる一方だから、レンタルのループでいいんじゃないの？いや、もちろんその方法が効率いいんですけど、違うんです。私がしどろもどろになりながら叫びながら辛そうにしていくっていうのを私自身がやりたいんです。変態です。絶対に藤川球児を取ってもください。あの不屈の闘争心はチームにいい影響を与えますよ。野球選手。リビングで見てたら嫁からこの人の声うるさいと言われたんだが、どうすんの？まあ、家族、奥さん、子供、なんでこんな人の動画見てんのって絶対に言ってきますから、まずはそこから洗脳していってください。よろしくお願いします。自分で言ってて悲しくなりました。失礼いたします。おい、サポーターのみんな、香川を批判しないで。どうも、猫ニラです。これはちょっと香川が批判されてるんですよ。まあ、なんでしょう、ユナイテッド戦に向けて葉っぱをかけてるっていう感じになるんかな。ねえ、ちょっと見ましょうか、ユナイテッドのメンバーを。これどうしたら、これ戦術マーク設定で見ればいいのか。見ましょうね。ちょっとまあ、ラノッキアと比べる形でいい？カガーと比べるか、どうせだったら。ラッシュフォード。まあ、そんなに引けは取ってない。スピード、ラッシュフォード 96? マジンガー Z? マジンガー Z? ルカク。ルカク強いですね。ユナイテッドに居座ってますね、こちらの世界では。はい？はい。すごい強い。で、また、かつてはね、仲良しでやられてたはずなんですけれども、ポグバ。ポグバ強すぎない？え？サッカーゲームってポグバの足を遅くされがちですよね。ポグバって速いと思うんだけどな。フレッチ。フレッチ、81か。もうちょっとあってもいい気はする。アンデル・エレーラ、エレーラ守備能力もっとあってもいい気がする。あとはバイリーとかは、あ、控えなんですね。バイリー控えか。ダルミアン、え、ガライ、リンデル、リンデロフが83。バイリーより高いんですね。控えのメンバー見れないのが悲しいけど。で、プレミアリーグ順位表見ます。我々13位まで来てます。1勝1分け、一応ゴールランキングとか見とく。めちゃくちゃ点取ってんな、キング。アシストランキング、一応カンドレーバが1本アシストしてるんで3位タイにいます。まあ、負けないですよ。セインツ戦見ました？皆さん、セインツ戦。これいいよね。調子見たよね。オッケー。あのゲームやれば負けないでしょ。はーい、行きまーす。あ、ロッペンの番号変え忘れた。次変えます。はい。あの、オールドトラフォードでの試合なので、ちょっと香川選手にブーイング来ちゃったりしない？大丈夫？いや、えげつないな。ユナイテッドのメンバー、はい、エンジン組んでお尻プリプリして今日も行きます。ロッペの背番号を買い忘れていますね。よし、サラテ、ロッペ、テベス、この辺で結果見せていこう。先ほどまでは雨が降っていました。このゲームの解説は元日本、あと香川がね、やっぱね、なんかやばい。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バカ、嘘でしょ。そんな簡単に点入りますねえ。ラッシュフォード上手すぎるってシュートが、マジか。点の取り合いか、取り合いかって、こっち取ってないんだ。点取り合いにしようじゃ、まず攻めて。さあ、マンチェスターユナイテッド、今日先制はこの早いノイボ。
これは自分たちの作戦が強くなったんですね。やられた。やられた。ロベ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 なんて言ったのか覚えてません。コーナーフラッグを抜いてバキューンバキューン。人を殺したことある目してましたね今サラちゃん。ここちょっと防がれたんですけど、ロッペの根性を見せたやつでナイス。いやーこうワンツーがね通らないんですよ、もうこのレベルになると。いいよロッペナイスだったね。こういうこともあるんだから、プレーを諦めないで続けていれば。マンチェスターユナイテッドはここまでヤノッキア対ルカク、ナイス。オッケー、カガ空いてる。ここまでの戦いどうご覧になっていますか。そうですね、ナイボ、いいところ悪いナイボ、来た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 。今日の結果っていうのが後に影響する。打てないんかい、嘘でしょ。他の選手が1枚下がってバランスを…ラノッキアが防いでる、ルカクをだいぶ。まあ攻守の切り替え、まさにポーグバ背高いな。そうですね、いやまずい。シュート超前からねこの人たち。オッケー、ロッペンが空いてます。これぞ凄すんですよね。いやちょっとバレてるか、低弾道パンドキーカウンター作戦。マンチェスターユナイテッドチャンスを迎えた。あ出た、もう同じパターン。アブレララブ。さあ右へ預けて、香川ナイス。香川体を張ります。これいける、香川自分で行くんだ。いけなかった。いいよ、左を使っていってもいい、右を使っていってもいい、それがフットボールだ。カセレスからマウロサラテ、サンティカソルラ、よかががリンクマンになってくれてる。ちゃんとサイドを使います。6辺使います。ルーパスを狙う。お、これいいでしょ。ここで丁寧にコントロール。うわ、惜しい。なかったですよね。カガ取れ、ポグバからボールを。ポグバからラッシュフォード。うわ、レイナが様々。レイナ様々っていう言葉流行ります。これも多分今年は間違いなく身長高い人が多いですから気をつけてください。コーナーキック、四角、あ、ね、ショート。ナイス、香川奪います。オッケーオッケーオッケー。カウンターいけるか、これフレッチ早いな。ロッペ、いいよテレス、こっち切り返してゾーン。うわ、いや惜しかったけどな。ねえ、こっち切り返してゾーンは合ってたと思うんだけどな。カセレスを上げたいっていうのもあるけどな。オッケー、香川と、あ、これ空いてる。オフサイ。そのポストプレーオフサイド何勝ち問題は一体何なんだろう。マジでアバウトタイムしてくる。ラノッキア、危ないシーンでしたが、ナイボ、ロッペン、これロッペンゾーンでやりたい。ロッペンもちょっと疲れてんな。うまっ、スルーパスを出す。いいボール入りますよ。いや惜しい、ナイスか。それらロッペンに渡る。さあどうする。ビー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 、ない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 、なんで。うわー、前半終了です。ちょっとサラテは疲れてないんですけど、カソルラがやっぱね、前なになになに、あぶね、相手に流れを持っていかれませんでしたからね。いやちょっとダメだな、ロッペマークされてんな。ひょっとして第4節マンチェスターユナイテッド対レディング、ナイスボール。香川同点で終了しています。ロッペキープ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 、ダニアウベスの明かりを待つ。クロス、サラテ、ダメです。香川ノイスノイス、逆支配できてる気がするからね。ボールサンティカソルラ、香川、ほらスルーパス、ここにロッペン、いいですよ。もうこれいいですよ。オッケーオッケー。レディング先日の試合、いやマジで後ろから熟知されてると思うけど、やばい、ルカクがやっぱすごい。ラノッキア釣り出されちゃうと中がね手薄になるんです。またから、ペペがまたからと、やばい。ナイスカセルス、カセルス最高の補強した。マジで空いてるでしょロッペン。いやあるある、まだあるまだある。
ただ、なんだよ、ポグバ強いよ。ラッシュフォードが、オッケー、やらしてないよ、だいぶ。え、それもオフサイド？オフサイドなりすぎじゃない？まずいじゃん。あぶねえ。やば。このパスを防ぎます。ナイスペペ。うわオッケー。あぶねえ。ちょっとやだな、ちょっとやだな。ペペのポジショニングが最高。打たせんなよ。あ、まずおいしゃい。よし、交代。ちょっと香川はね、引っ張りたいと思います。いや、せっかくユナイテッド戦なんで。ポグバない、 あるチャンス。オッケー、ナイボー、大カウンター時代。いいボールですね。さあどうする、これ、これどうする。香川そこ下がっちゃダメだと思うけど、アデバヨールが打つんです。え、縦のボール。ペペがスッとボールを取る。素晴らしいパス。ナイス香川。クロスが。よっしゃ。香川、香川の活躍ですよ結局は。いや、ここ香川の頑張りだからね、ここね。ボール取り返してからのこのクロスも上手かったですよ。ナイス、最高。これが見たかったんです私は。クロスから得点ってもうまあないですからね、ゴニャレシーバー。よし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 、ユナイテッドに勝ったら話変わりますよね。サイドのスペースへ走らせる。やめて、やばい。うわっ、おいおい、今のなんであんな後手後手になったんだろう。ここもな、ダニアウベスが絞りすぎちゃったっていうところが。いやー、ルカクうまいけどね。ちょ、変えましょう、ダニアウベス。アポジいきます。ちょっと勝ちたい。香川の活躍して勝つっていうのが一番のベストの選択、選択権。何すか選択権って。 OKOKOK。でサラテ、サラテ、オッケーオッケーオッケー。ピー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 、は事案です。それはペペナイス。ボールは収まりません。スルーパスを狙う。シュート、香川。エレーラから長いボール。大丈夫でしょう、そのアバードタイムは通用しませんよ私には。ガビ、ガビから大きく縦。いいよ、ペペスに渡る。いや、うめえな相変わらず。大丈夫です。え、ここでファールがあります。落ち着こう落ち着こう落ち着こう。これどうしようかな。セットプレー戦術、ラッシュ、速いボールいきますよ。じゃあこんなもんか。いやアルミア、また中央へ。やばい、ライキー、ナイスペペクリア。あー、同点。厳しい戦いでしたが、ルカクか。まあユナイテッドに引き分けれたっていうのはでかいけどね。これで一応10位まで上がってきてる。うん、勝ち点差でもリバプールとシティと 5、そしてフラム。アデバヨールが今度批判されてる。批判しがちやめてください。ゴールランキングサラテが2点取ってるんで頑張ればありますよ。で、調子悪い選手とかいるかいないかっていう。ちょっと疲れてますね皆さん。フラム戦ターンオーバーしちゃうもしかしてだけど、ラヒムナフヤンも調子いいからね。サラテンとこアデバヨールでいこう、スタメン でカンドレーバ、香川のとこ、ロッペンはちょっと使いたい。モントリーボでしょ、でカソルラのところ
まあ、カソルラは出すかね。テベス、オズ行こう。オズ久々に、これでちょっと行きましょうか。小林優ちょっと絶不調なんで、小林優ベンチ、誰にしようかな。ガブリエル・アウチェ、あとサラテも調子悪いのか。ここどうしよう。スティーブン・マクギン、レオ・シルバー、ファン・ヒントム、あ、バルザーリ、バルザーリ出さなきゃダメじゃないっていうかね。えこうでしょ。じゃミカエル・クロンデリ、左ウィングとかもできるからね、ちょっと入ってもらって、こうですね、これでいこう。普通に順位高いですから勝ちたいんですよ。猫金だしね。本日のゲーム、この時間はやってけ。アデバエルちょっと結果見せないと。あ、またまたロッペンのこれ背番号買わせてね。今日の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。いいよ、いいんじゃない。解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー。いや、よかったけどね、流れはねえ。これそこスルーしたのも良かったし、なんで相手取らなかったのかって思うけど。ファンドレバーサイドのスペースへ走らせる。ダニアベスが走るね、いいね。スルーパス、いいオーバーラップですよ。早いな、このジョー・ブライアン。うまっ、ペペがいます。でもえ、なんで遅れたの。まずい、バルザー、タイミング合いませんでしたね。サンティ・カソルラ、オズ、オズバウド、さあここでカウンター、ナイスボール。レディング先日の試合では2対2と引き分けています。うまい、うわ惜しい。クリア、ロッペンがダニアーブスがめちゃくちゃオーバーラップしてくれ。あ、ロッペンゾーン、どうする、来た。いやー、枠いかんか。ウォード・プラウス、ザンボ・アンギサ、あ、やばい、空いてんじゃん、そこ。ナイス、素晴らしい。ここまでは両チーム、誰に出した。0対0のスコアです。いや、防いでるよ、非常に。マクドナルド、なんかボール取れねえんだけど、ユナイテッドより。なぜです、これは。さあ左サイドへ、全然ボール取れない。お、いい形ですよ。え、びっくりマンゴーかよ。ナイボ、チャンス、だいぶチャンス。カンドレーバー、カウンターサッカー。いやー、まさに、いや、体強すぎでしょ、相手のディフェンダー。大丈夫でしょう。おい、なんもない前半。さあ、取る男が取るんです、点を。誰が取るかはお楽しみです。本当に取れるんですか、得点。あの前半の感じで、決定的な場面を作らせてませんからね。やっぱテベスとかやっぱりえげつないな、そう考えると。第5節レディング対フラム、よっしゃナイスカンドレイブー。本当にいい意味でも悪い意味でもアデバヨールのこのパスですからね。え、本当はアデバヨールで点取りたいんですけど、いいんですよ、活躍してんだから。アデバヨールは批判しないで。本当はワンツーもらおうと思ったんですけどね、打っちゃったら入った。いや、ちょっとアデバヨール6ペンで点取りたいんだけどな、わがままを言うと。まあそうですね、ペペ取ってボール、ボールを取って、よくなかったですよね。うまいんだよな、ダニー・アーベスの守備力。完全にそれが裏目に出てしまいましたよね。さあカウンターを仕掛けます。アデバイルがロッペにお膳立てをする。来た、ロッペ、これいけるっしょ。抜けてくる、いやマジで。レディングとしては後半の入り方は非常に良かったと思います、ね。バルザーリです、さすがバルのザノリ。長いボール縦へ、ナイボ、アデバヨ、アデバル、体、体を使って前に進んでシュー。いや、今の良かったですよね、アデバヨル、体を使って前に進んでシュー。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども恥ずかしくなってきた。さあここでね、はい、あの変えます。ミカエル・クローン・デリとあと誰かが入ったはず。ミカエル・クローン・デリうまいんか、78か。モントリーボのがうまいね、はい。あ、ブラニーが入ったんだ、ブラニーが入りました。これをアデバヨルいるからさ、これファーポストの方がいいんじゃないので、なるべく高めのボールでふんわりとこう、こういうボールで折り返す。無理でした。さあカウンターのチャンスになります。
ザンボアンギサ、ここまでご覧になっていかがですか。素晴らしいね、バルザリが。さあブラニー、ブラドリブル、ブラ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 、あぁ気をつけたい状況ですよね。なんでそんな取られる、簡単に。フラムとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。きた、ロッペンでーす。ダメです。危なかったですよね。こんなチームの相手の時は攻めている時こそ危険なエリアを増やす、ね、ロッペン来た。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに、なんでよロッペン変えます。ガブリエル・アウチェ入ります。じゃあ相手もライアン・バベル入ってきてなかった、さっき。ほら入ってきてる。裏のスペースを出ろ。オッケー。さあ戻れば逆フロー、ナイスボール。キックの精度高、長いパスがカセレスから上がっていく。はい、ガブリエル・ラウチに渡して、ミカエル・クロンデリから、こういうボールでしょう。違った、奥狙ったんだけども、こっちにボール来たから、クリアです。おっと、さあどこに出す、ブラニー。まずいんじゃない、非常に。ナイスバルズ。さあブラドリブル。レディングとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。ゆっくりでゆっくりで、今日はこのまま88分だから、88分だから。ブラニー、いやそっち、サイドのスペースへ。オッケー。裏を狙う。ダーニー・アーベスがいいクロス上げたら、ない。アデバヨールになぜ渡さない。アデバヨールめがけてクロス上げてほしい俺は。え、なになに、ジョー・ブライアン、ナメプ、よっしゃ、よし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 、使用試合製造機。いいんですよ、使用試合製造機と言われようが、支配されとんな。しかしシュートはこっちが打ったけど、よかったよかった。でユナイテッドとスパーズが引き分け。セインツ強くね、セインツ。なんだ、うん、はい、セインツ4位ですよ。だって我々は9位まで浮上。だんだんとね、慣れてきました。で、次回はチェルシー。厳しい戦い。で、チェルシーの後代表戦が2試合ありますね。なるほど。メールが来てます。ロッペン怪我。完治予定10月中。なぜでしょうか。アポジー。サラテとカンドレーバがベストイレブンに入った。レオシルバがマイナス2、小林優マイナス1、バレンシアがぐいぐい伸びてます、能力。月間ベストイレブン見ましょう。素晴らしい、カンドレーバとサラテ、ありがとうございます。ルカク、ポグバ、ルークショー。なるほどね。まあ、プレミアの月間ベストイレブンに2人も選ばれるのは相当素晴らしいですよね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ユナイテッドがむちゃくちゃ強かったんで、次回チェルシー戦じゃないですか。きっと絶対に失点はするんですよ。いかに点を取れるか。ちょっとね、ロッペンとアデバヨール、そして香川真司、この辺りに点を取らせてあげたいなと考えてます。思ってます。ありがとうございました。さようなら。